こちらね、あのステップラダーっていうね、あの脚立、これをね、あの購入してきました。それで、まあ、こちらの脚立に関しては大体ね、まあ、5000円しないぐらいで、まあ、あのホームセンターだったら5000円、6000円ぐらいでね、買えるかなと思うんですけど、一応耐荷重が 100kg のね、ステップラダーの脚立で、身長が 165cm の場合は 2.8m ね、届くということで、まあ、大体、まあ、私は180ぐらいあるので、まあ、大体まあ 3m ぐらいはね、あの近くまでね、あの届くかなということです。あとはまあ手すり付きで安心っていうのと、あとね、ここに見えるかな、ここの上のところに、まあ、あのなんだろうな、あの穴が開いてるんですけど、ここにドライバーとかね、刺すこともできますし、ここにまあ、あの、ネジとかね、ストッパービスもね、置いとくような、あの、スペースもあったり、あと、この、ここね、一番上に関しては、25cm×25cm のワイドな天板があるので、まあ、結構ね、比較的、こんな感じでね、安全にね、あの、作業できるような感じ。で、まあ、一応、滑り止めの加工もされてるような感じの形ですね。これがまあ、一応、屋内仕様で、軽さはね、4.1 キロなので、本当に片手で持てるぐらい、すごい軽いね。あの脚立です。なので、まあ、バレー自体ね、メインでね、使っていこうかなと思ってね、これをね、新しく購入しました。で、取り付けに必要なこのツールフックなんですけど、これ、このコメリプロでね、あの、買ってきました。で、ネジに関しては M5 2本で6キロ。で、M8 2本で、まあ、10キロまでいけるっていうことなんですけど、こちらのね、あの、脚立自体が 4.1 キロだったかな。4キロぐらいなので、まあ、普通にね、あの、M5 2本ということで、M5 の、タッピングビスの方ね、買ってきました。まあ、M5 のビスを使うので、あの、小さい方の穴にくっつける感じですね。で、もし、M8 のビスを使う方は、この大きい方の穴を使って、固定していくような感じの流れになっています。